国交たる前は、日本の競争馬である。ダートグレードレースで顕著な成績を挙げ、2016年、川崎記念にて、日本競馬史上初となる GI10 勝目を達成した。2013.20142015年、ダートグレード競争特別賞、2014年、最優秀、ダートホースとして表彰された。苫小牧市内の企業の社長が馬所で、馬名は、 同市内の樽崎山に由来する。北高樽前は、苫小牧市観光協会により、苫小牧観光大使にもなっており、市内で応援イベントが開催されている。2010年の北海道セレクションセール一歳に上場され、1575万円で、やべこ一に落札された。北高樽前は1月14日に、京都競馬場でデビューし安城は、 長谷川博大が務めた。北高たる前は16頭中の11番人気と、あまり評価はされずきも人気通り11着に終わる。しかし、自走1月29日小倉競馬場の3歳、未勝利戦で安城が村田一世に変わると、9番人気ながら1着となり、北高たる前は2戦目で勝利を飾ることができた。以後2戦するも北高たる前は勝利は果たせず、4月7日、 阪神競馬場の3歳500万下で安城が、幸い秀明に変わると北高たる前は5戦目で2勝を上げることができた。さらに6月3日、東京競馬場の大梅特別で、北高たる前は7戦目で3勝目を上げた。勝利後に、騎手の幸は遊びながら走っていました。力がありますと北高たる前の実力を評価している。7月11日に、北高たる前は、 大池場場でジャパンダートダービーに出走したが、旗のバンクールの5着に敗れている。この時は、北光たる前が物見をしていた、関係上ポジション取りが悪くなったため、力負けではないと、サチは語っている。8月5日に2度目の重賞挑戦となる、レッパードステークスで勝ちを収め、北光たる前は、初めての重賞勝利を果たした。その後、放牧休養を経て、 秋には3層、勝ち倉こそ上げていないが、9番人気と低評価だった、ジャパンカップダートで3着に残るなど、ダート中距離路線で好成績を残している。年明け初戦は、東海ステークス。重症競争では、初の1番人気の支持を受けている。このレースでは3着に敗れたものの、佐賀記念、名古屋対象点を、単勝1倍台の人気に応え連勝。 さらに中央に戻って、アンタレスステークスでも一番人気に応え解消。そして柏記念は、エスポアールシチを捉えて、最上位、グレードレースの初制覇を果たした。帝王賞は、最後は、日本ピロアワーズに勝ち、重賞後連勝を最上位、グレードレースに連勝で飾った。3ヶ月半の休養明けとなった、マイルチャンピオンシップ南部杯では、 エスポアールシティを捉えきれず2着に敗れ連勝は後で、ストップ。続く、JBC クラシックをレコードタイムで逃げ切り、最上位、グレードレース3勝目を挙げた。ジャパンカップダートでは、逃げるエスポアールシティをかわして先頭に立つが、残り100メートルの地点からベルシャザール、ワンダーアキュートにかわされて3着。東京大賞点では、ワンダーアキュートに一番新本差をつけて、 優勝、最上位、グレードレース4勝目を挙げた。2013年は、ダート路線で最上位、グレードレース4勝を挙げた功績により、ナーグランプリダートグレード競争特別賞に選出された。年明け初戦に選ばれたのは、川崎記念、単勝1.1倍の断然人気に応えて、最上位、グレードレース5勝目を記録した。続くフェブラリー S では2着に終わった。 ドバイダブル C では最下位の16着に沈んだ。レース後は、ストレス性腸炎発症のため、現地の診療施設に入院し、他の遠征場よりも遅く4月12日に帰国した。調教師の西浦は、同馬を秋まで休養させることを明かした。休養明けの JBC クラシックは4着。続く、チャンピオンズカップでは、道中2番手から逃げるクリノスター王をかわして、 先頭に立つとそのまま押し切り優勝。GI、J プニー6勝目を挙げるとともに、中央競馬の GI 初優勝となった。東京大賞典では3コーナーで逃げるコパのリッキーを捉えるとそのまま先頭に立ち4馬審査をつけて、優勝、史上3投目の連覇を達成した。北高たる前は、JRA 賞の2014年度最優秀ダート馬に選ばれた。 選出を記念して北高たる前は、戸間小前市の観光大使にも就任した。1月28日の川崎記念も一番人気で人気に個体勝利。続いて3月28日にドバイワールドカップにも再挑戦したが5着に終わる。その後は、帝王賞に出走して一番人気で勝利した。秋に入り、GI 競争10勝目をかけて挑んだ JBC クラシックでは、 圧倒的一番人気に、支持されるも三着。連覇がかかった、チャンピオンズカップは五着、東京大賞典は二着と勝ち切れずこの年を終える。1月27日の川崎記念を一番人気で、勝利、日本競馬史上最多となる GI 競争10勝とした。なお、川崎記念の三連覇は、約30年ぶりとなる史上二投目であった。3月7日、 三年連続となるドバイワールドカップ出走を表明した。迎えた本戦では、やや後方からの競馬を選択し、後半のコーナーで一旦は、馬群の一番後ろのところまで後退するも、必死に追って食らいつき、最終的には9着に入選した。帰国後、連覇がかかった、帝王賞は4着。秋に入り、マイルチャンピオンシップ南部杯3着、JBC クラシック2着を経て、 チャンピオンズカップに向けて調整されていたが、11月29日の調教後に左前詞の箱が見られたため、すでに2カップの優秀スタディオンステーションで種ボバになるのが決まっていたこともあり、出走を断念し現役引退を発表した。なお当初から2016年内での引退は決まっており、その引退レースとなる予定だった12月29日の東京大賞店のレース後、 中央競馬所属馬としては初めて地方競馬の大井競馬場で引退式を行う予定になっていたが出走せず引退となったため大井での引退式も中止となった引退後は種ボバとなり優秀スタリオンステーションとイーストスタッドを2年おきに移動する国内シャトルの形態でつなぎをされている2020年5月15日川崎スパーキングデビューシンバで メガミリオンが3区の初出走初勝利を挙げた。1985から87年に3連覇のカウンテスアップがいる。ありがとうございます。